どうもどうも、世界数少ない100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。何やってるんですか。やってた、前やってたそれはもう、亡きことになってますんで、はい、はい、亡きことになったのね、はい、今日はね、あ、今挨拶しました、朝の、今の明日なんですね、はい、おはようございます。今日は、あゆみちゃんがね、声かけてくれて、この朝の勉強会をしてます。はい、はい、ということで、早速これからね、僕ら意識高いんでね、はい、ワードウルフやっていきたいなと思うんですけど、勉強じゃねえのかよ勉強どうする。ワードウルフやっていきましょう。ワードウルフって何ですか。ワードウルフやんなかったっけ、お前。うん、やってないです。はい、教えましょう。はい、うん、頑張りましょう。はい、今日の目標なんですか。今日の目標は、はい、パソコンのデータ整理です。はい、うん、素晴らしい。うん、勉強会って何するの。え、いつも勉強会って何するの。あ、そういうこと。はい、それは俺半分しか映ってねえけど。いやいやいや、俺って半分しか映ってねえけど。あら、カラコが半分だよ。まあちょっと無理やろな、ね、まゆみちゃんだけ映ってばいいよ、全然。そんな、ね、はい、はい、じゃあまた。はい、はい、どうもー。今日の結果報告していきます。ます。はい、じゃあ今日はね、パチンコをまあ打ちに行って、はい、結果的に言うとね、海のマネジの太鼓と海ブラックを打って、まあ2店舗行って、うん、まあまあ回転数は良かったんですけど、うん、マイナス1万発ですね。うん、はい、で、まあパチンコはね、久しぶりのマイナスではあったんですけど、ただ、うん、なんとね、うん、西村さんが昨日ね、まあ、マーケティングとか YouTube にかなり詳しい方、本当プロフェッショナルの方にアドバイス聞いて、うん、いろいろ成果が出てきて、すごいまあね、嬉しかったっていうことなんでね、うん、はい、なんですよ、はい、で西村さんがツイッターでさっきね、今日の動画はフリーザーの声真似で撮りますっていうふうになんか公言してたのではい、ずっとそれで行くみたいなんですけど。いやいやいや、ずっとは行かない。ずっといやいや、そう書いてるように見ましたけどずっとは行きませんよ、はい、ね。フリーザさん、フリーザさんどうだった動画の成果、どうだったんですか動画の成果は、まあ、普通に喋るけど喋るかい。フリーザしないかい。フリーザはちょっと後で儲けよ、その時間は。いやいや普通に喋らせて。あの普通にね、普通に、僕はね、喋ってくれかなと思って。普通に喋って、もう僕のこの感動を伝えたいんですけど、はい、今までね、このじゃあ7月から始まって、まあ、編集もちょっと受け負ったりとかしつつ、うん、で、9月に本格的に合流して、うん、9月か、合流して、はい、で今12月に至るわけですよ。うん、ここまで、もう YouTube のことがよく分かってなかったんで、もうずっと暗中模索で、この動画がいいかな、で、こういう構成がいいかな、こういうサムネがいいかな、タイトルがいいかな、ずっとやってきたわけですね。いろんなこと。うん、で、全く手応え感じてなかったですよ、今まで。うん、本当に。なぜかカラコが鉄塔、まあ、鉄塔したら失礼だけど、カラコが作った、うん、あの、パチンコ演出、うん、なんかもうクソなかったらしいようなね、うん、演出だけポーン出てますよ、みたいな。うん、で、サムネもなんか、ね、特に凝ったようなフォントじゃないのに、うん、ぴょってやったやつが3万再生とか行ったりとかして、もうマジで YouTube わけわかんねえと思ってたの、ね。確かにね。マジで思ってた。確かに圧倒的に編集スキルとか西村さんの方が上ですから、ね、本当に。うん、誰が見ても それなのに、うん、僕が全然あのひょいとやってね、そう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 、力がないのがね、うん、言ったら知ってましたからね。そうそうそう、うん、まあ、技術にね比例はしないだろうからさ、うん、もうそれは当然っていうか、まあ内容次第なんだろうなっていうところなんだと思うんだけど、はいはい、まあ僕は本当に仕組みが全く分かんなかったんです、うん、とにかく、うんうん、YouTube バカだと思ってたから本当になんでこれなんだと思ってたから先にしちゃいけないよそうそう、まあね、まあちょっと感情的な話だよね、うん、って思ってて、もう全く光も見えねえやふんって
思ってたんですよ、昨日までね。昨日も地獄に落ちたようなね、そう感じでしたからね、なんかしないけど勝手に。そう、もうね、いいとこが切れた、なんか。いや、でもこれでも大丈夫っつって、こう、もう試行錯誤していろいろやって、で、昨日全然再生回数伸びず、たまたま YouTube スタジオっていうね、あの、いろいろな細かいの見れる、なんかサイトがあるんですけど、はいはい、それ見た時に、サムネイルを見て、クリックしてくれた人たち の確率っていうのがもう 5% ぐらいだったんですよ。この数字は、あの、低いんです。めちゃくちゃ。それなりだったら 10% ぐらい。ですげえクリックしてくれるなって言って 15% とか、いくんですよ。で、それが 5% ぐらいになって。で、そのサムネイルめちゃくちゃ力入れたのに、下がったわけですよ。もう僕はね、それでね、もうやる気が全部なくなった。あれを見た瞬間。やる気をめちゃくちゃ込めて、多分1時間とか2時間かけたかな、サムネを3枚出して、これでどうだ、どやってやったら 5%。君のサムネつまらないっつって。もう、なんだよと思って。え、その前に君のサムネつまらないってどっかの声、どこの声ですか？いやいや、もうそう言われてるようです。言われてるような感覚ってことですね。そう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 。もう出直してこいって言われ、言ってるようなね、感覚を僕は受けたので、まあ、それは別にカナコに事細かに伝えてなかったけど、それを見て僕は絶望して、どうしようってやってたの。っていう話ですよ。なるほどね。で、カナコにそれとなくね、僕今絶望してるんだって伝えてみたら、大丈夫ですよ、頑張りましょうみたいな。いや、そりゃそうだけど、そうじゃないんだよね、と思って。まあ、カナコに優しさを求めたらちょっと間違ってたなと思いつつ、どうしたらいいかなってアドバイスをカナコに。どうしたらいいかなって話したら、まあ、そういうね、あの、プロの人に聞いたらいいんじゃないですかと。そういう、まあ、機会が今恵まれてるわけなんでね。そうですね。まあ、僕もまあ、もちろん専門知識ないので、僕も、まあ、客観的に西村さんの作ってるサムネとか、動画編成とか、めちゃくちゃいいなと思っちゃってるので、それよりは、やっぱりね、今、いい環境、なんか変な、宣伝みたいになっちゃってる。まあ。僕が教材に結びつけたわけじゃないんですよ。たまたま僕が友人の紹介で知り合った人が、本当に YouTube で成果出してるし、マーケティングもめちゃくちゃいろんな人に教えてるプロなんで、いるので、繋がってるので、聞いたらどうですか？その、プロの人たちにね、っていうのを僕言っただけなんですよ。そう、でもそれがありがたかった、俺の、もうなかったからさ、俺他の人に聞くっていう頭が、だからね、すごくいい、なんだろう、機会になったね。それで聞いてね、まあ具体的な話するとは、まああれなんだよね、長くなっちゃったのもあるし、あれなんで、はい、変えてみてやってみたら、速攻で結果出た。そこで出るもんだね。結果出た。いや、だと思ってたんだよね。絶対すぐ結果出るもんだと思ってたんですよ。インターネット関係のものって。ブログを書くとかじゃなければね。で、ね、昨日の深夜、2時とかかな、に動画を上げたんですよ。人申請。したら、今現時点で、1600回いったかな。1600回再生。24時間で勝ってない、そう1600回再生って、僕らからしたらもう快挙。確かに本当そうですね、まあ今まで1万超えるような動画も3本4本ぐらいあるんですけど、 それは1週間ぐらい経って、なんかインターネット上のブラウジング機能とか、検索とかに引っかかって、そう徐々に伸びてって万っていう数字いったりするけど、いきなり投稿して24時間以内に1600なんていくことは全くなかったですからね。なかった。もうビビった。マジでビビった。すげえと思った。もうそれをまあ見てね、その手応えをすごくそれで感じたから、もう今ね、すごくね、気持ちがいいの。とても気分がいい。はいはい、フリーザのモノマネしてる場合じゃないから。ね、本当に俺安心してるんだから、心の底から。マジで。この安堵感たるやん。わかりますよ。やっとなんか土台乗った感じしてね。今までやってきたことはまあ当然無駄じゃなかったからね。やればやるだけ編集能力どんどん上がってきたから、俺は。まあ昨日はでもね、きつかったですもんね、藤田さん。きつかったですね、本当にね。やらない。中途半端だな。
いや、だってそう。何フリーザの声で返したところでフリーザって分かんないじゃん。殺しますよ。とかやればいいけどさ。ね、まあそんなところでした。大興奮の西村なんですけど。チャンネル登録者数は一体何人目指してるんですか。登録者数？まあ先を言えばね、あれだけどさ。あ、ごめんごめん、もう一回もう一回じゃあチャンネル登録者数は何人目指してるんですか。私の目指しているチャンネル登録者数は53万です。53万。おすごいすごい、やっと気づいてくれましたか。はい。キレイ。おー、調子乗ってますよ。一回やったからね。よかったよかった。よかった。何でしたっけ。なんだっけ。でも安堵感に包まれてるぜって話でしたね。よかったですね。はい、うん。これで明日から頑張ります、僕は。うん。ああ、今日、徹夜でやるってことで。うん、徹夜でやります。あともう一本だけね、あの上げておきたい動画がありまして、はい、皆さんお待ちかねのハルチンコラボ動画です。うん、はい、迫ってますからね、期限がね。そうね。はい。明後日です。カットすらしてません。うん、ハルチン怒っちゃう。それはハルチン。まあ、間に合えばね、いいわけですから。うん。ね、はい。うん、まあ、ってね。はい。はい。まあ今日パチンコの話はまあ全然してませんけど。そうね。はい。明日、明後日は企画としてパチンコ地に行くんでね、ちょっと休めないんで、ね、うん、僕ら都合だけじゃないんでね、そうね、はい、うん、頑張っていきたいなと思ってます。はい、明日も頑張ります。27、28やればまあ、年末ね、まあ、ちょっとゆっくりしていいんじゃないですか、パチンコはね。たった2日で行けるね。え、たった2日で、たった2日で。いや、すごいですね、テンション上がってますね。いや、上がってるし、うん、もう現実的なことを言えば、うん、僕らご飯食えなくなっちゃうから。そうですね。ね、はい、それもあるんだから。はい、試合終了ってありますからね。そう。ダメ、終わります。はい、終了終了ってなっちゃうから。はい、まだ200日も行ってないから。はい、180日ぐらいでしょ、今日で、ね。うん、頑張っていきましょう。もう足動かしていくしかないんでね。ですね。はい、うん、じゃあそんな感じです。はい、はい、じゃあバイバイ。バイバイ。